寺子屋の筆こと、女性教師一寸子、花里、文学万代の宝寺子屋とは、江戸時代の髪型において、寺院で手習い師匠が、町人の指定に読み書き、計算等を教えた、学問施設。寺子屋の名称は、髪型で用いられ、江戸における町人の指定の学問施設は、筆学書、陽道筆学書と呼ばれた。 野語は学問の場の名称として適切ではないと考えられていたからである。なお、現代では、寺小屋と表記することもある。寺小屋の起源は、中世の寺院での学問指南に遡ると言われる。その後、江戸時代に入り、商工業の発展や社会に浸透していた文書主義などにより、実務的な学問の指南の需要が一層高まり、江戸時代中期以降に、 ますます増加し、幕府御用銅山経営、西江邸内には、江戸中期創建の手習い場が現存している。特に、江戸時代後期の天保年間前後に著しく、増加した。1883年に、文部省が実施した、教育史の全国調査を編集した、日本教育史資料による、開業数の統計では、寺小屋は19世紀に入る頃から、さらに増加し、 幕末の安政から慶応にかけての14年間には年間300を超える寺小屋が開業している。同資料によると全国に16,560件の寺小屋があったといい、江戸だけでも大寺小屋が400から500件、小規模なものも含めれば1000から1,300件ぐらい存在していた。また、経営形態も職業的経営に移行する傾向を見せた。幕末に 内外の緊張が高まると、老人の再就職が増えたことにより、町人出身の師匠の比率が増え、国学の初歩である古典を教える、寺小屋も増えるなど、時代状況に応じて、寺小屋も少しずつ変化を遂げていった。1872年に学生が敷かれると、明治政府は、校舎建設や教員要請の追いつかない初期の小学校整備に当たって、 既存の教育施設である、寺子屋を活用した。地方政府は寺子屋の調査を行い、師匠の旧身分などを記した、調査書を作成し、適当なものを小学校の教師として採用した。学生では小学校の教員資格は、小学教員派男女論、セス年齢20歳以上に、して師範学校免許上ある派中学免許上を、特殊者、と定めていたが、 仮教員として採用された後、教員講習所で講習を受ければ、正規の教員となることができた。また大規模な寺小屋はそのまま初期の小学校として使用された。寺小屋は、全くの私的教育施設であり、一定した、就学年齢は存在しない。これは現代でいう、無学年制のフリースクールと同様である。筆子は、 下はおよそ9から11歳から通い始め13から18歳になるまで学ぶなど幅広い年代層の者がいた。寺子屋は年齢による一斉入学、一斉進級ではなく入学時期や進級時期について一般的な決まりはなかったが地域や学校によって異なっていた。寺子屋への入学は家の刑事とされており気候の良い春先の入学が多かった。 進級も基本的に個人の能力に合わせて進級する仕組みだった。卒業時期や就学期間も特に定まっていなかった。1校あたりの生徒数は10から100人と様々であった。明治初期、東京府が小学校整備のため実施した寺子屋の調査書に寺子屋の教師726名分の休み分が記録されている。多いのは 平民で、造業、農民、商人などの江戸の町人で、次に多いのが氏族である。女性の師匠も86名が記載されていた。一方で地方によっては、氏族の教師が最も多い地方や、平民に次僧侶の教師が多い地方も存在していた。例えば、ビンゴ国不活軍の川口、田締地域を例にとると、幕末期には、 合計7カ所の寺小屋が存在し、師匠の内訳は、小屋1人、村役人2人、医者1人、僧侶2人、その他1人であった。地方修学者の多くが、各地の寺小屋教師となった足利学校のように、寺小屋の教師を養成する学校すらあった。男女共学の寺小屋が多数であったが、男子限定や女子限定の寺小屋も少なくなかった。また今日の塾と違い、 当時の寺子屋の師匠は、往々にして、一生の死である例も多かった。寺子屋の生徒を、筆子と言い、師匠が死んだ時には、筆子が費用を出し合って、師匠の墓を建てることが珍しくなかったという。そのような墓を筆子塚と言い、房総半島だけでも3350基以上の、筆子塚が確認されている。寺子屋にて指南された学問は、いろはは、 方学、十二詩などから始まり、読み書きソロ版と呼ばれる基礎的な読み方、習字、算数の習得に始まり、さらに地理、人名、書簡の作成法など、実生活に必要とされる要素の学問が指南された。教材には、定金往来、商売往来、百姓往来など、往復書簡の書式をまとめた往来物のほか、漢字を学ぶ、千字文。 人名が列挙された、名刀、名字人、地名、地理を学ぶ、国尽くし、町村人、四書、五教、六悟る演技などの儒学書、国史略、十八史略などの歴史書、投資戦、百二日種、釣れずれ草などの古典が用いられた。中でも、往復書館を集めた形式の書籍である往来物は、 特に引用され、様々な書簡を作成することの多かった江戸時代の民衆にとっては、実生活に即した教科書であり、往来物は教科書の代名詞ともなった。また、手習い師匠が自身で教材を作る場合もあった。1711年には、幕府から寺小屋の手習い師匠に休暇状の触れを出して、寺小屋を統制しようとした。江戸期に寺小屋による、 学問の指南が一般町人の間に定着しており、江戸時代内市明治初期における日本の都市部の識字率は世界的にも高い水準にあった。江戸における開営年間の就学率は70から86%と言われており、イギリスの主な工業都市で20から25%、フランスで1.4%、ロシア帝国時代のモスクワで20%などの 外国に比べ就学率が格段に高かった。ヨーロッパでは当時伝統的な家庭教育が一般的で組織化された教育システムなどは未成熟だった。イングランドでは1831年の時点で男66%、女50%、さらに未就学児童を含めた全人口の3割が読書人口、つまり 自分の生命の筆記以上の複雑な文章を理解していたことになる。識字率、就学率は必ずしも均一ではなく、確実な名簿の残る大見国神崎郡、北野正村にあった寺小屋の例では、入門者と人口の比率から、幕末期に村民の91%が寺小屋に入門したと推定され、1877年に同県で実施された調査では、 6歳以上で事故の生命を印し得る者の,の比率は男子89%女子39%である。一方で鹿児島県や青森県では格段に識字率が低い水準にあった。寺小屋を世界中に普及させる運動が公益社団法人日本ユネスコ協会連盟により主催されている。世界識字教育運動の一つであるユネスコ。 世界寺子や運動である。様々な理由により教育を受けるチャンスのなかった成人や子供たちに教育のチャンスを提供することを目的としている。1990年の国際式辞念を契機に始まった。寄付のほか下記尊人はがきを換金したものなどを資金とし、途上国でコミュニティラーニングセンターを設立し初等教育を施している。 文部省編、日本教育史資料、7、4ページ。江戸のコロンハ省連員樹木道並五華流出学書、アルハァ陽道出学書な二棒また花二道等の掛け札、愛サル公この東波中高数々の、流名霧公より、野義にもかゆのと各ル公人別町に、派主席指南また派出道、死難な二棒都人公様各ル公その他、近在ともてない師匠と総称情報筋、二派。 寺子屋と、将校をも向き受けたまわりリサルコ右派も寄り人、にてたく修学松室志向このユニギョザ校、海底新彫国語時点現代語、古語、マイナス P1325 には、寺子、寺子、寺子屋に通う子供。夏山雑談、タイヤ、タイヤ、寺子屋、江戸時代、子供に読書、習字などを教えた施設。菅原伝授手習い館1、と記載されている。 山毛寺市、寺小屋は生徒愛知、大分、公立校入試。朝日新聞デジタル、http コロンスラッシュスラッシュ www. 朝日 .com スラッシュエデュスラッシュアーティクルズスラッシュ seb201305070063.html2013 年5月8日閲覧ただし、それ以前の奈良時代や平安時代に、 民間の学問施設が全くなかったわけではない。平安時代中期に書かれた永山大四殿には、孫遊小学という村の子供が通った学問施設が登場し、また考古学の進歩によって、この時期に作られた牧書土器も出土していることから、民衆すべてが文字を知らなかったとは考えにくい。久木幸夫は戸籍作成や判電修授などを実施して、 律令国家を成立させるために必要な人数を元にして、古代日本には最低でも官民合わせて3.7から7.4%の識字率が存在したと算定している ISBN4 から4720から 7981X。ただし、古代の学問の指南には不明点が多く、寺小屋の発生との関連性が不明である。 4小学校の普及と教育状況。文部科学省。2020年3月15日閲覧。日本最初の女性教師と言われる黒沢とメイクの、前身は寺子屋の師匠であった。また学生発布後の数年間も小学校として、使用された、彼女の寺子屋の建物が2010年時点で、茨城県内に現存している。日本の元学校45ページ。 ABC 日本の学校はなぜ4月に新しい学年がスタートするのか諸外国はどうか日清基礎研究所2020年11月30日閲覧一幕末期の教育文部科学省文部科学省2017年1月14日閲覧石川英介大江戸生活事情 西洋湖半本の手ほどき2011ナン、no. バー72018年3月31日閲覧ユネスコ世界寺小屋運動30周年について新聞掲載されました公益社団法人日本ユネスコ協会連盟2020年3月15日閲覧民間ユネスコ活動公益社団法人日本ユネスコ協会連盟文部科学省 2020年3月15日閲覧。ありがとうございます。